思います。間違えた。こんにちは。初見さんありがとうございます。はい、まあ、とりあえず今ねこの背中というか、まあ、体のなんかまあ真ん中、まあ、胸のあたりと頭と片腕の途中までできました。はい、ので続きをいきたいと思います。今回作っているのは初代ガンダム、一番初めのねガンダムです。はい、こんばんは、こんにちは。よし、行くで、終わらすでちょっと今日中は終わんないんだけど、どこまでやったんだろう、ヒカそれがもう分からなくなっている。あ、これかな。 C1 こう進んでね。まあそうなのかな、進んでるかな、これC1 をの9番と7番、9番これか、これと、お、ガンプラの行方が楽しみでしょうがない、嬉しい。それは7番、7いた、いました、いました。したらこれをこう、指これをこっち側にはめ込みまして、そしてえ、向きこれで合ってるんだっけ向きが未だにわからない。こうかな。よし、腕できた腕できた、右腕完成、イエーイ。次ね、左腕いく、右腕だよね左腕いきます。はい、左腕はあ、パーの方でもいいよっていう、すごっ。今グーにしとこう。あ、そっか、左腕も一緒だよね。左腕も一緒なので、ちょっと作ります。 F1 B1 と、まあ、とりあえず F1 からね、しっかり色塗ってくださいね。あ、それがね、あの今回色ついてるやつなので色塗らなくても大丈夫なんですよ。そう、6合ってるよね。 F1 の6と6と5と、あ、いらん部分まで折れちゃった、いらん部分まで折れちゃったと F1 の2、合ってるね。ありゃ、あ、いた、危ない危ない、なくさないようにねって755でコメント来たのになくすとこだった。そしたら吠えてるね、これが、違う、こっちからだね。こっちがこうで
こうだね。こうで、D1 ガンプラ作ってます。 D1 の D1 2つあるんだ。D1 の2。2でしょ。で F1 の F1 の4。 F1 の4。そう、ちょっとちっちゃめだったんです。サイズ感が分かんなかったんですけど、意外とちっちゃいんです。 F2 だな。 F2 でしたの4。そう、意外とちっちゃい。でもね、飾るにはね、ちっちゃいサイズでいいんですよ。ヒカは、まあ、大きいのもなんかあったら楽しいだろうけど、これがこうなで、はめるでしょ、はめるでしょ。そう、頑張ればね、1日で作れるサイズだと思う、本当に。で、そうしてこうか。書いちゃうんですよ、私は。汗をかく。はあ、そしたら1だね。D の1だね。頑張って、頑張る。いや、頑張るっていうか、もう普通に楽しんでるんだけど、私自身めっちゃ。すんごい楽しんでるんだけど。いけた。そしたら B2 か B1 の B2 か B1 の4番。これだ。これをアームに、どっち向きだ。あ、こっちだ。こっちがこうだ。装着。いけー。あれ、あれ、ちょっと待って待って。はい、装着。装着できた。装着でしょ。で D1 の、はい、D1 の D1 の5番。いた。え、5番、合ってる合ってる。こんなに喋りながら作る人おるんか。だって無言で作ってても楽しくないじゃん。てか、なんか光がミス多すぎて、F1、F2 の1番。違う、これ F1 じゃない。これじゃないよ。1番。あ、こっちだ。こっちの1番ですね。多少慣れが見られる。そう、ちょっと慣れた。そう、しかも腕ね、2本目だから作るの。まあ当たり前なんですけど、腕2本目っていうのも当たり前なんですけど、はい。うん、あれ、今のパーツ、あった、あった、もうね、パーツの場所まで分かんなくなるって。よいしょ。でね、向き大切、向き大切よ。
方法でこうかな。えばば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 ばにゃん、さっきもここ失敗した。はい、そしてあ、パチンと、これの向きがこうだっけ、あ、こうかな。ここがくっつかないんだよ。え、ここ、くっついてないね。で、ここさ、さっきもくっつかなかった。なんで？入ってよ。なんかさ、これ以上の力でやるとバキとか言いそうで怖いよね。無理やりはしちゃいかんのよ。あ、来た。向き合ってる？向きまた間違ねえ、向きまた間違ったんだけど、なんで？なんでそんな間違えんの？おかしいじゃんねえ。そんな向き間違えることあるかな？さっきね、直し方を覚えたから私は。あ、よし、いいぞ。よし。こんにちは。確認した上で、あの下の方を確認してたら上の方の向きを間違えてたの。そう、そしたら C1 C1 どれだっけな。C1 の9と7、9と7、あ、左腕は一緒なのか。あ、ちょっと待って、あ、違う、すごいずっと右腕の作り方見てた。あ、また向き違うわ。よし、なった。うん、合ってる。これで6と8、6と8 一瞬思考回路停止するっていう。これをさっきどうやったっけ。あ、そう、下向きにつけて、そしたらば、合ってる向きで、なんか握って、よし、あ、ほら、できたよ、ほら、ごめん。一つ普通に忘れてた、ごめんなさい、まだできてない、はい、嘘つきました、ごめんなさい。 F2 だった、ごめん、嘘ついた、 F2 の3だ、 F2 の3このままガンプラにハマったりしますか？しそうな気はしてる。楽しい。あのガンダムにめっちゃ詳しいとか、なんかすごいいつも見てるとかではないんですけど、まあ普通にオルフェンズのは作りたいなとは思ってる。私はオルフェンズが一番好きで、オッケー、多分これオッケー。向き合ってるかい？あ、ちゃう、また逆や。え、合ってる？これで。あ、こ、うん、こうやな。あ、
と B2 の5 B1 の5と B2 の5あ、違う、これ B じゃない、F やB2 と B2 と B1 の5。こんにちは。5、これかな、こちらでございますか。あ、こちらですね。こっちが B1 で、こっちが B2 腕くっつかんかったら困るやん。まあそうなんだけど、いくで、腕くっつくで。あ、ここをこうして、どういうこと、こうはめて向きが逆だった。こうしてこうするってことで、でで、これをこうということでよろしいんですかね。あ、来た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 よ来たよ来たよ、いけるよ、いい感じだよ。ほら、片腕できた。こちらもこう入れて、あ、違う、こっちだ、これも向き違うじゃん。え、違うってことだよね。こうじゃない？待って、ピンチ。いや、絶対向きこっちだよ。ちょっと待ってね、今ね、考えてる。こうでしょ、こうで、こうでしょ。あ、でもこうでいっか。え、後からこれ何かに関わってくるかな。あ、でも逆だわ。あ、こうか。え、合ってる？さっきのが間違ってた。大丈夫だよね。怖いよ。そしたら多分大丈夫、多分。そしたらば、これを、え、合ってる。あ、そっか。で、こうしてガシャコーンとくっつけます。はい、できた。ほら、できたほら、できた。ほら、動くよ。ほら、え、やっぱりこっちさ、え、合ってるよね。待って、あ、いける。こっちなんでこんな滑らかな動きしてんだろう。まあいいのか。え、これ腕反対に折れるけど、これ合ってるこれ腕反対に折れるのは合ってんの。え、待って、あが、これの手の向きが逆なんじゃん。よし、治った。え、ってことだよね。って信じてるよ、私は。あ、ここがもう取れそう、危ない。
あの、はい、多分合ってる。え、待って、怖いよ怖いよ。ちょっと待ってね、今チェック中。なんかいろいろと向きが違う待って、私本当にちょっと才能、まあ、あの向き才能なくない？びっくりするわ。いやでもまあいけるはず多分ね。よし、先へ進もうあの先へ進もう。え、これさ、でもさ、いろんな形でできる？本当に合ってる？これ合ってるはずなんだよな。うん、合ってる。大丈夫。うん、今向き全部揃えたもん、きっと大丈夫。はい、そしたらD1 の12を取りたいんですけど、あ、変なところ折れちゃった。あ、大丈夫、あの今ね、あのパーツが折れたわけじゃないよ、大丈夫。しかもね、一瞬びっくりしたけど、ママはね、今からっていうか、もうちょっとしたらね、ご飯の時間なんで、多分それかな。今日暑かったね、すっごい汗かいたよ、ヒカ。めっちゃ汗かいた。めっちゃ？うん、まあ汗かいた。あ、折れたわけじゃないよ。はい、そしたらこれをちょっと向きだけ本当に間違えないようにしなきゃやばいよね。こっちか、よし入れるで。おー、入った。お、いい感じじゃん、ほら肩パッド。頭ね、今つけるよ、頭ちゃんと今からつける。あ、ちょっと頭つけたら今日終わりだ。ちょっと今日のこの時間は終わりだ。次の時間もねやりますよ。あ、ほら上半身完成。おお、ほら、ほらちゃんと手伸ばしてるよ、ほら上にまで上がるよちょっともうね、55分になっちゃうんで、この時間は終わりですね。次8時半の回でもまたやるんで、はい、ガンプラミスってバンされたけど大丈夫なんか、え、大丈夫じゃないですか、多分ね。フィギュアとか見せてる方いらっしゃいません？多分大丈夫だと思うけど。うん、イエーイ、頑張るぜ、ヒューヒューそう、ガンプラ作ってんの。はい、いい、楽しい、これ、ちょっとドルフェンズ欲しいな。腕の向き逆じゃない、嘘でしょ。え、でもね、こうなの、え、こうなの、そう、しかも、え、そう、そう、しかもね、腕の向き逆じゃないと思ったんだけど。ガンプラって楽しいよね。え、めっちゃ楽しい、ちょっと初めて作ったんだけど、すっごい楽しい。あ、ちょっと55分ですね、なんか違う、え、嘘、合ってるよ多分
かんない。はい、ちょっと55分ちょっと過ぎちゃったんで6分になっちゃったんで、ちょっとランキングいきますね。先に13位たもっちゃん3、12位極楽北海道から3、11位ところてんひかチューブ3、10位悲しいけどこれ戦争なのよね3、9位あなんかあれか、あの名言ですか9位ラミヒーさん、8位かぼちゃん、7位サトルさん、6位 ORC さん、5位タイラさん、4位バンちゃん、3位ギャルスアット7レンジャーさん、2位谷口ひろきさん、1位ユータアットヒカチューブさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。サルキチさん、ユータさんです。ありがとうございます。腕のパーツ間違えてそう。え、でもね、写真こうだよ。写真じゃないな、映像こうなの。お、詳しいね。ラブガンナさん、ありがとうございます。近くで見せていいよ。ガンプラによるのかな、かな。なんか、どうなんだろう、怖い怖いよ。はい、ということで星投げカウントしてくださった方ありがとうございます。そして見に来てくださってありがとうございます。次は8時半からになります。次もガンプラの、ね、続きをやりたいと思います。はい、そして本日最後はまあなんかまたあのガンプラではなくてのんびりお話しようかなと思います。明日何するよとかもちょっとお話できたらなと思います。はい、お願いします。オルフェンズのミカの機体ってなんだっけ。バルバトスじゃないって急に思い出した気がしたんだけど急に思い出した気がしたんだけど、あーってなってる。ほら、バルバトスがね、あの私欲しかったのそう、バルバトスが欲しかった。でもね、これはね誰もが知ってるやつだから、次ねバルバトス買おうはい、そう、三日月、あのオルフェンズがね一番好きなんです、私。はい、ということで59分になりましたので本日のこの時間の配信は終わりたいと思います。皆さん見に来てくださってありがとうございました。はい、それでは次は8時半にお会いしましょう。またねー、またねー。なんかすごいハマりそうありがとうございました。また後でねー、バイバーイ。